こんにちは。VYT1 号こと一姫です。かがひでいです。第2回3分沼落ち動画投稿祭に乗じて手帳会議をやっていきましょう。他に落ちてる沼はないんですか？残念ながら基本的に飽き性なので、趣味と言える趣味はないのよね。強いてあげればこうやって雑談動画を投稿することかな。まあこちらは投稿祭に参加している投稿者さん全員がすでに掴みまくっていますからね。その人たちに比べれば、まだここまで使ってないない。使ってないない。そんなわけで9月です。9月といえば来年の手帳はどうするか、手帳会議がにぎわってくる頃合いですね。まだ9月ですか？9月に入ると続々と来年の手帳が発売されるからね。8月になるとそわそわしちゃうんだよね。公式さんの X をチェックしたり、あれもいいな、これもいいな、それ気になるって楽しいよ。新作の手帳かな、初めて知ったメーカーの手帳など、たくさんありますね。他の方の手帳会議トップを見るのもいい刺激になります。そんな一姫さんの手帳会議結果は、どうなりますか？そんな一姫さんの手帳会議の結果は、一冊で1年分をまとめず、トラベラーズノートで複数冊管理することにしました。目的別に手帳というか、ノートを分けてみることにしたの。この冊を、家置き用ですか？当然、持ち歩き用と家置き用って分けてる。トラベラーズノートは、パスポートサイズと、英語スリムサイズの2種類があります。ちなみに我が家のはこちら。傷だらけですね。さすがにいつ買ったのかは覚えていないの。極度の面倒くさがりだからお手入れもしていないし。それなのにアナログで手帳活を待っていると。それはそれ、これはこれ。もやもやした気持ちも、紙に書いてちぎって捨てちゃえば、少しは落ち着くし。メモリーを圧縮して書くのみたいな感じですかね。そんな感じで、パスポートサイズの中身は、この4冊。編集用メモ、スケジュール管理、タスク管理、書き殴り用という構成です。これらをカラーカバーでまとめて持ち歩いてる。基本的に使い終わったら捨てちゃってもいい系ね。あっさりぽい。これらから残したい記録を英語スリムサイズの方に書き写します。こちらも4冊構成かなって思ってたんだけど、実際やってみたら体調ログとゲームログの2冊で十分でした。体調ログに日記も書けないなしだからね。ゲームログもそこまで書くことがないのでは？こっちは今やってるゲームの攻略中のメモとか書いてる。編集中に気づいたこととかも記入してる。ハンディングノートということですね。お黙れ。あとは週刊レフト手帳にも日記を書いているので3冊構成って言っていいのかなこれ。まあ前回よりはコンパクトに収まっているのでは。そんなわけで手帳活沼に使っている人の手帳会議報告でした。いろんな沼落ち動画を見て気になった方は気軽に一歩踏み出しましょう。楽しい楽しいジャンル沼の世界が広がっていますの。足元と素性には気をつけてね。ご視聴ありがとうございました。